プラットホーム、伊須津川駅は、三重県伊勢市中村町にある、近畿日本鉄道賭場線の駅である。福駅名は、内空前。駅番号は、M75。近鉄側は、当駅の近くの地名、古市から古市口駅の駅名を予定していた。その後、開業直前の1969年11月となって、駅名を、内空前駅にしようとした。近鉄には、 古市駅があり、混同を避けるという意味合いもあった。しかし、駅名を内空前とすることにより、伊勢神宮へ参拝する客のほとんどが、伊勢神宮の下前の駅を素通りして、直接内空に行ってしまうことを懸念した伊勢市長が、同年11月10日に、近鉄側に反対を申し入れ、伊勢市議会も、同年11月11日に行われた。 近鉄対策特別委員会で反対することを決めた。また、伊勢神宮側も、駅から内宮まで約2キロメートルも離れており、内宮の近くと思って降車した参拝客に迷惑をかけることを理由に反対した。試運転の開始直前まで、近鉄側は駅名変更の調整を続け、同年11月21日に、近鉄の副社長が伊勢市長と会談し駅名を、 伊津川とすることを伝え、市長の了承を得たため運輸省に届け出ることとなり、駅名問題は決着した。森土上に退避設備を備えた島式ホーム2面4線を持つ高架駅。ホーム有効庁は特急の発着を考慮して重量編成分を確保されている。駅舎は下り線側にある。改札口は1箇所のみ。近年における 当駅の1日乗降人員の調査結果は以下の通り。三重県統計所によると1日の平均乗車人員は以下の通りである。石津川駅の利用状況の変遷を可表に示す。駅前、ありがとうございます。